じゃあ行きましょう、はい、笑わせましょう。これはもう、まあ、だからあのジェネレーションギャップ、年齢差があるからしょうがないなっていう話なんですけど、あ、うんうん、そういうことってあるじゃないですか、うんうん、まあ、どっち側かだよね、上なのか下なのか、はいはいはい、ね、うんうん、年齢差があるとわからないこともあるよなって話あると思うんですけど、うんうんうん、もうこれ結構前になります。僕が、他の番組、ラジオの番組を担当していた時に、うん、まあ、ミュージックシャワーもそうですけれども、こう AD さんがね、いろいろ SNS を更新したりもあるじゃないですか、うん、はいはいはい、である時僕がそのラジオ番組の取材で、うん、ディアマンテスのアルベルトさんいるでしょ、うん、アルベルトさんの、まあ、取材というかこうお話を聞きに行ったんです、うん、でアルベルトさんってほら、もうもちろん音楽も素晴らしいけど、うん、絵も描くから、あ、うん、本当素晴らしいよね。でアルベルトさんが壁画を描いてるところに僕が、まあ、取材お話ししに行って、うん、で楽しく話して、うん、最後一緒に写真を撮って、はい、で終了、うん、でその後生放送があるっていう流れだったんですよ、うん、だからこの2人で撮った写真を SNS にアップするじゃないですか、するするする、アルベルトさんに話を伺いましたみたいな、うんうん、でそれがその当時 AD だった、もう大学生だから19とかだったかな、20歳になってたから、もうそれぐらいの大学生の AD の子が、しんいちは何歳ぐらい、その僕はもうさ、でも言っても5年前ぐらいですから、うん、39とか8とかそれぐらいですかね、うん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 、ですよ。でこのエディの子が、じゃあこれ写真あげときますって言って、で放送が始まりました。で喋ってる時に、一応じゃあそれあげるんで、 SNS あげるんで確認してくださいって、その写真を見せられたんですよ、うん、そしたら僕がいて、そのちょっと斜め後ろにアルベルトさんがいるはずなんですけど、うん、アルベルトさんの顔があのニコちゃんマークのスタンプで出されてるんですよ。 ってなって、ちょこれニコちゃんマーク、なんで、うん、だからその AD の子が、あの知らない工事のおじさんが売ってたんで買ってきました。だからやっぱこう若いから、アルベルトさんの顔知らなかったわけで、確かにちょっと高いところの壁画を描くから、アルベルトさんヘルメットも被ってるし、作業着だし、そうだ、ね、いつもの繊維の感じじゃないんだよ。あ、いや、レアなアルベルトさんだったのに、そう危うくニコちゃんマークのアルベルトさんをSNS に上げるところだった。危なかった、すごっ、へぇ、顔隠すためにね、そうそう、だからこの子良かれと思って、そうね、一般の方が映ったらダメじゃない、しかも工事中のね、工事中のおじさんが映ったらダメじゃないですか。確かに、でも何しんいちろうはこの写真を持ってきたんだろうって思っただろうね。そうね、確かにそうでしょうね、不思議でしょうがなかったかも、向こうからしたら。でも確かにヘルメットで作業着のアルベルトさんは工事のおじさんに見えないこともない。そうだね、だって普段あんな格好してないから無理だよね。へえ、でもきっとこんなのいっぱいあるんだろうね。いや、あるでしょうね。そうか、うん、あれは衝撃でしたね。これアルベルトさんが聞いたらちょっとショックするね。いやでもあるんじゃないですか、そういうこともね。僕らはもちろんみんな知ってますけども、うん、うん、県民に愛される存在ですね、うん、あい、面白い、うん、スイな話でしたね。スイ、でもこれアルベルトさんには C で、あ、そうこれアルベルトさんには C で、C でお願いします、はい。